今日はジャズのベースラインを考える上で実践につなげるために意識したいポイント、考える注意点などについて話をしていこうかと思っております。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけども、冒頭に話しましたように、今日はジャズのベースラインということで、まあ、4ビートだったりとか、ウォーキングベースラインと言われるものについて話をしていこうかなというふうに思っております。で、これまでにもね、ジャズのベースライン、4ビートの、初歩的なもの、まあ結構ね、ジャズって小難しいなと思われてる方も多いと思いますけども、なかなかね、書籍とかでも、なんというかこう、やりやすい方法論だったりとか、練習の方法ってあまり話されてないと思うんですけど、その手の話をこれまでにもたくさんしてきております。一応それリストに作っておりますので、もしよかったら見てみてください。初心者さんからわかりやすいような感じでね、階段を作っておりますので、よろしくお願いいたします。そして今日具体的にどのようなことをやるかというと、少し前に具体的に4ビートのベースライン、コードとコードをつなげていくためにはどのようなところに注意したらいいか、もしくは、なんていうかこう、定石的なこういうふうな考え方でやっていくと作りやすいですよというふうな説明をしました。で、これは、まあ、ちょっとね、自分で言うのもなんなんですけど、そこそこ画期的な話でして、なかなかね、そのコードをどうしたらいいのか、例えばコードトーンとか理論的なこともなんとなくわかるけど、ジャズのベースラインになるとちょっととっつきにくくてわかんないよっていう人も多いと思うんですけど、その辺とかを同じコード進行だとしても、その行く先が違うことによってベースライン違いますよと。しかもそれを、まあ、考えていく上で、一個一個違うんですけど、考え方は通して同じような考え方でできますよというふうな話をしてます。で、前回のね、やつも上げときますので、よかったら見てみてください。で、今日はそれを踏んだ上で、具体的にその考えてもらう、まあ僕がこういうふうなラインを作る方法を説明しましたけど、それを具体的に応用していくときに、実践に使いやすい方法っていうのを話をしていこうかなというふうに思っております。そして後半には具体的なスタンダードのコード進行を少し取り上げて、具体的なベースラインなんかも取り出します。で、その説明したものに沿ったものだったりとか、その注意点だったりとかっていうのも意識しながら少し解説をして、今日は終わりというふうな感じでやろうかと思います。で、後半に出てくるベースラインの資料とかっていうのも、まあ、今日の分はね、出しますけど、よりもっとね、いろんな例、具体例を取り出した教材とかも販売しておりますので、よかったらね、下の説明欄のところに、その教材販売しているものも、購入できるサイトの URL、ノートというところの URL 貼っときますので、よかったらそちらから購入して合わせて勉強していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。1個ね、数百円とかになってますのでね、買いやすいと思いますので、何卒ご活用ください。よろしくお願いします。そんな感じで今日はね、ジャズの話をしていきますけども、このチャンネルは、表面上だけさらっとやってなんとなく弾けて楽しいねではなく、具体的に本質的にそれを、しかも難しくではなく、初心者さんからでも分かりやすいように噛み砕いて階段をつけて、説明しているような、ちょっとね、特殊なチャンネルでございます。もしね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお勧めでない方いらっしゃいましたら、何卒ご縁だと思ってね、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、良かったとか、ためになったとか思っていただけた方は、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では早速行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは楽器を持って解説していこうかなと思います。今日も至って普通のね、ジャズベースを弾いていこうかなと思ってます。わかりやすいようにジャズベースで解説していきますけども、コントラバス、こちらの楽器でも今日の内容っていうのは全く同じように、使えますので、コントラバスの方もね、ぜひ最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいなと思います。僕普段ね、コントラバス弾いてる方が多いような感じなのでね、まあ、実際僕が使うようなラインをね、出してきますので、参考にしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。では、前回の続きということで、前回出したものっていうのを少し出してみたいなと思います。出してみます。ほい。出てきました。これね、前回出てきたコード進行2種と、それからその下に、まあそのベースラインの考え方という風なものを出してます。これ前回ね、具体的に説明しているので、今回はね、少しだけかいつまんで説明した後に、注意してもらいたいポイントっていうね、今日の本題を話しておこうかと思うんですけど、
まあ、このようにコード進行が2種出てますということで、まあその最初 C メジャー、C メジャーっていうことは2小節同じラインなんですけども、まあ3小節目 E7 だったり D7 だったり行く先によって2小節目の C メジャー7という同じコードが鳴ってたとしても、そのベースラインっていうのは必然的に変わってきますよと。距離感を考えていくというのが大事ですよという話を前回にしております。で、そこら辺のね、コツとかっていうのは、まあ、具体的に話しているので、まだ見てない方は最初に出た上のカードから見ていただけると嬉しいなと思います。前回の動画ですね。で、今回は、じゃあ具体的にどういうところを、まあ、こういうふうなね、この一番下に出てる、まあ、これも、下に貼り付けときますけども、もっと簡単なね、ジャズの4ビートのね、ベースラインの作り方みたいな教材も販売しているので、これもね、巷に言われてる本とかにあんまり載ってないような中身なので、よかったらね、うまいこと活用してみてください。数百円で販売してますので、何卒よろしくお願いします。僕のコーヒー代とービール代になる、んですけども、ぜひね、よろしくお願いします。だいぶね、経験だったりとかね、今までいろんな人を教えてきた経験、そして自分が演奏してきた経験をもとに、よりね、本当の意味でジャズが弾けるような感じになりやすい方法で、ということでね、考えて教材作ってますので、よかったら、うまいこと活用してみてください。よろしくお願いします。で、その中でいろいろ話したんですけど、まあ、例えば、このね、出ている内容の前に、同じコードが2小節続く場合は、5度に向かうようなベースラインがありますという話で、そしてそっから、例えば E7 行くんだったら、まあ、E7 に向かうために、例えば、半音アプローチをしていくといいですよね、と。後ろから考えていきましょう、と。そうするとその前の音何かないですかって言った時に2拍目の音だけを探しましょうと。そうすると例えばこれ非常にいいベースラインですね。とか例えばだったりとかっていう風なベースラインを考えていきましょうという風なのが元になってます。あと例えば D7 だったりすると音がもちろん変わるので、で2拍目があって、例えば D7 行くんだったらそれだったら B の音を入れると、まあ、このようなラインだということになってますね。でもちろん僕がこう例に挙げたものばっかりではなく、ご自身でそのいろんなコード進行に当てはめて作っていただきたいんですよ。で、まあ、もちろんね、この普通だったらこの作るというのが、まあ、そのジャズのベースラインの勉強の第一歩になるような教材も多いように見受けられるんですけども、まあ、僕がおすすめしているのは、このラインを作るっていうのは難しいですし、やっぱりその、例えばコードトーンだったりとか、ちょっと理論的な側面っていうのも必要になってきますので、まずは、もっと簡単なね、応用がもっと聞きやすいようなベースラインの作り方ということで、まあ、そのね、一番簡単な教材の方にそれも入ってますので、で、そのね、動画のリストを上げたものの中は、その、今日の話よりもっと前段階のもの、簡単なもので応用が聞きやすい話もしてますので、そちらのリストもね、動画もうまいこと活用してみてください。で、それができるようになったら、その、もっとベーシックなもので広い状況で、いろいろ応用ができる状況になってますので、より細部のものを、よりね、ジャズのベースラインっぽい、ヌメッとしたね、半音で動いていくようなラインを当てはめてもらうような練習っていうのが、一応いいんじゃないかとお勧めします。と言いますのも、ラインを全部作って、その書いたもの、例えば32小節、ワンコーラスあったものを、全部自分で頑張って作ったと。そしてそれを一生懸命覚えて弾いたって言っても、やっぱりちょっと意味がないんですよ。なんでかというと、やっぱコードを意識して弾けてるかどうかっていうのが大事で、ベースライン単体を丸覚えして弾いてしまうと、そのベースラインというだけでコードが意識できてないと、やっぱり最終的にはね、コード見て弾くものなので、そこら辺がね、意識できるといいかなというふうに思ってます。なのでね、一応僕がお勧めしている練習方法、たくさん話してますので、よかったら参考にしてみてください。そしてですね、まあこういうふうなラインをたくさん作ってもらいたいんですけども、まあ実際僕も直接教えてる方に作ってもらって、それを、まあ動画ではね、ちょっとできない内容なんですけど、作ってもらったラインを僕が判定する。で、作ってもらったラインの中で、まるっとちょっとこれはまずいなっていうものもありますけども、一個音を変えるだけで非常に、使えるラインになるよということでアドバイスをしたりするんですけど、そのラインを作ってもらうときに、結構多くの方が陥りやすいようなミスというか、ちょっと美味しくないなっていう風なことがあるんです。で、それをね、今日はちょっと解説したいなと思うんですけど、それは何かというと、例えばこのように出ているラインを作ろうと思うと、まず皆さんね、大体、まあ、楽器を取り出しながら紙面上で書いていくと思うんですよ。
例えば今回の場合ですと、上の C メジャー7、C メジャー7、E7、E7 だったりすると、まあ5度の G の音、2小節目の頭が G の、C の5度の G の音になってて、で、そっから E のルートの音に行きたいなって考えたときに、まあ、オケスから考えてくださいねというふうに推奨しているので、まあ、E に行きたいから、例えば D、D シャープ、まあ、E と行く。もしくは F シャープ、F、ナチュラル、そして E と行く。というふうなラインがいろいろ考えられると思うんですよ。まあ、考え方としてはシンプルだと思うんですよね。なので非常にわかりやすいんですけども、紙面上でそう書くじゃないですか。で、その次に2拍目を考えてというふうにやってくれるんですけど、紙面上で考えると、その E の音といってもですね、この E の音なのか、同じ音程ですよ。こっちの低い音程の場合は、今回、変音記号で表しても違うところになるので、まあ、関係のないというか、除外、話の対象ではないんですけど、同じ E の高さでも、ここと、ここってあるじゃないですか。全く同じ音程の同じ E の音ってあると思うんですけど、どっちに向かっていくのかというのを意識せずに、その変音記号上だけで綺麗に流れるような感じで書いてしまう方が多いんですよ。で、そうすると何がまずいのかというと、やっぱりその最初言ったようにベースライン丸覚えではダメなんですよと、最終的にコードとの兼ね合いで自由に弾けるようになってもらいたいんです、そこを意識してもらいたいんですというふうな、丸暗記じゃダメですよと話をした時に話しましたけども、その後指板上の中でどうなっているかっていう流れを指板上で見えるようにできるっていうのが結構重要なポイントになってくるんですよ。なので紙面上では音は綺麗に繋がってたとしても、実際その指板上がどこ行くのか、例えばこう弾いた後にこっちの E に行きたいんであれば、例えばそうですね、まあ、同じラインでもこれでもいけますよね。こっちでもいけますね。まあ、僕が例に挙げるものっていうのは、僕は自然と指板上の中で考えていってるので比較的理にかなったものが多いんですけど、やっぱ書いてきてもらうと、これどっちを意識してんのかなと。例えばですね、ライン、この間紹介しましたけど、これ使えるんですけど、これを僕だったらここのポジションで考えるかなという風な感じになるんですよ。ただ E がここに到着地点になるので、やっぱこっちの隅っこの方に行くと、この先のラインっていうのは考えにくいですよね。実際ここから例えばコードトーン弾くって言っても開放弦とか混じってくるので、結構初期段階の人だと、僕だといろいろだったりとか、次のラインに流れるような考え方がいっぱいあるんですけども、ここだと踏ん詰まりすぎてコーナーに追い詰められすぎてちょっと難しいとなったら、こっちの E を想定してるのに今のラインを作ってしまう人ってのが多いんですよね。そうすると場所的に考えるとこうなるか、こうなると思うんですよね。で、そうすると場所的にすごく移動してしまってて、その例えば最初にコードトーンを練習してもらいたいっていう風なものがあったりしますけども、そのコードトーンとかっていうものっていうのも、やっぱ形でまず覚えれた方がいいですし、見つけやすい位置関係っていうのがあるんですよ。なので例えばここの F を弾いた後に、まあ悪くはないんですけども、ちょっと実際のラインで使うと、音の距離感が、場所の距離感がありすぎるので、音としては正解かもわかんないですけど、場所としてちょっと遠いなっていうので、実際のコントラバスだったりエレキベースを目の前に弾くときに、そういったものをイメージして僕自身が弾くかなと言われると、ちょっと弾かないかなとか、指板上でイメージしにくいなっていうのは実際あったりします。なので前回このような話説明しましたけど、この時っていうのはあくまでも指板上でこう音がつながりやすい。例えば今回のね、後半の方でも話してきますけど、こう音がこう流れていくのに、流れてった先に違うところに到達してしまうとかっていう風になると、まあ、非常に分かりにくいところがあるんじゃないかなと。例えばですね、僕がこのチャンネルでも4度進行の時に説明しましたけど、例えば、Dm7、G7 という風な時に、まあ、このようなラインが使えますとよく話しますけど、このように、まあ、指板上でも綺麗に流れていってるんですよね。それなのに、音
としては同じなんですけど、場所がすごく変わってるよねみたいな感じで、実際の演奏だとこれってイメージできるのかな、音単体で追いかけていってるんじゃないかなっていうのがやっぱりちょっと怖いところではあるんです。なので音単体として譜面上で成立するかどうかだけではなく、指板上の流れで自然な流れになっているのかなっていうのも意識して作っていけれるといいかなと思います。ではね、後半は具体的なスタンダード、こちらも教材作ってますけども、僕が例をいっぱい、ベースライン例を挙げてますので、それ具体的に考えていくとどうなのかな、指板上でどのように考えているのかなっていうのを少し例に挙げて説明しようかなと思っております。ベース。はい、どうもです。ではね、続きということでやっていこうかと思うんですけど、まあ、3つぐらいね、ちょっとベースライン例を取り上げて、僕がどういうふうに意識してんのかなっていうふうな、話をしてみようかなというふうに思っております。ではですね、1個目出してみたいなと思います。ちょっと出してみます。ほい。出てきました。フレー1というふうに書いてありますけど、コード進行。まあ、下に出てるかな。Fm7, Fm7, Em7, Fm5 ということで、まあ、今さっき出てきたコード進行とはちょっと違いますけど、まあ、これ具体的に I'll Close My Eyes というジャズスタンダードのコード進行を例に、ベースラインを細かく解説している教材になりますので、少し前に出したやつなんですけど、もしね、まだ手に入れてない方いらっしゃいましたら、もしよかったら購入していただけると嬉しいなというふうに思います。ちょっとこれ見ていただきたいんですけども、まあ今の C、C というふうなものではなく F からスタートしてるんですけど、考え方としては同じになります。5度に向かっていくための同じラインをね、C の時だったらこうなってましたけど、これも応用が効くということで、そのまま使っています。で、これ、最初の教材のところで、説明した半音アプローチというのありましたけど、こうね、具体的に、今説明出てると思いますけど、単純にね、今回だったら、例えば E に行くのに、とか、というわけではなく、サンドイッチ戦法を使って、半音をやってるという感じになってます。で、さらに、その、最後の E フラットの音に向けて、その前の D の音を入れる。しかも F の、まあこれ6度の音になってるということで、まあそのスケールの音だったりとか、まあF メジャー7と F6 って非常に近しいものがありますので、まあコードトーンに近しいものの音のサウンドでありつつ、ダブルサンドイッチ戦法でやってるという流れになってます。このチャンネルではこのダブルサンドイッチ戦法っていうのはよく話しますけども、まあよくあるようなベースラインです。ちょっと具体的に弾いてみたいなと思います。3、4。まあ、先の方まで進んできましたけども、まあ、このような感じでベースラインができると思うんですよね。で、この時に今さっき言ったようなものを意識してもらいたいんです。もちろんね、今回の例のものっていうのは、僕自身が、いくつかね、例挙げてるんですけども、結構な量挙げてるんですけども、全部ね、指板上で考えて成立するような方法のものを書いてますので、まあ、もしよかったらね、購入していただいた方は、どこの指板上でやってるのか、どういう流れになってるのかなっていう自然なものっていう、いかに指板上で弾きやすく考えやすくなってるのかなっていうのも意識して見てもらうといいかなと思うんですけども、なのでね、今回のものっていうのは比較的理にかなったものになってますけど、もしちょっと違うとこで考えたらっていうふうなものを考えていきたいと思うんですけど、まあ、F という流れの、まあ、この辺の流れでできているので、例えばですね、弾いていくと音的には譜面上出てるものと一緒なんですよ。ただ見ていただくと分かるように、やっぱりね、この5度の音から、まあここの音を入れて F の音せっかく弾いてるのに E フラット E と、まあサンドイッチしてる様がよく分かんなくなっちゃうんですよね。なので実際今さっきも話したように E の音ってのはここに到達するよりこっちに到達した方が、まあ考えとしては初期段階としては、例えばコードトーンでアプローチすることもできますし、こちらは使いやすいっていう人多いと思うんですよ。その場合だとちょっと違うラインを考えていく。例えばとか、半音ですけども、これも一つのラインだと思います。このようにどこに行くのかなっていうのを考えてラインを作っててもらいたいなと思います。今回のラインだと僕はここら辺を想定して弾いています。で、 D の開放弦を使うっていうのは、コントラバス的にも非常にやりやすいというふうなものもあります。ではね、ちょっと続けて2個目のものを見たいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。フレー25というふうに書いてあります。
今回はね、具体的に、細かい説明とかはこの中には載ってないですけども、解説みたいなものがね、別のところに載ってたりするので、まあ、これに関しては参考にしてみてください。これどのようになっているのかというと、まあ、今さっきのコードが2個続いている場合、まあ、これちなみに Bm7flat5 とありますけど、これ冒頭のベースライン、コード進行とは違いまして、途中の、I'll Close My Eyes の途中の一部出てくるコード進行になってます。で、これも普通に同じように C に行くこともできる、5度に行くこともできるんですけど、これわざと、頭に戻ってる、ルートノートに戻るようなベースラインを弾いてます。これもね、こういうふうなものの中に解説入ってますので、よかったら参考にしてみてください。そして B に行くために、こう半音アプローチをしているというような感じになります。で、この半音アプローチをしているんですけども、その前にどうしようかなということで、例えば、だったりとか、というふうな感じになってます。で、今回の場合ですと、まあ、どっちのポジションで弾けるのかというふうなものを探してもらいたいんですけど、今回の場合だとどちらも行きやすいかなというふうな感じがします。具体的に弾いてみたいなと思います。もしくは、高いポジションの B に持っていこうと思うと、どっちも使えますね。ただし実はここで一つ落とし穴があって、僕自然にこの A のナチュラルの開放弦の音を弾いてますけども、これを時々このように弾かれる方がいらっしゃいます。ここを想定している人とかもいるんですよ。でもやっぱりこの F から見て3度の音、ここが3度の音なんですけど、ここの形っていうのは想像としてはちょっとしにくいんですよね。皆さんルートから見て3度の形って多分ここが最初に思い浮かぶと思うんですよ。ある程度慣れてくると、ここと、ここですね。ここと、ここ。こういう関係ですね。A からだったら C シャープ、ここの関係。B からだったら、D シャープみたいな。この関係の流れっていうのが見えてくると、非常にベースラインとしては作りやすいんですけど、ここの関係っていうのは、あまりライン上としては弦も挟みますので、使わないかなと。なので、例えば考える上で、このような感じでイメージしているとすると、ちょっと指板上からは最終的にも発見しにくいんじゃないかなというふうな感じになってます。まあそのような感じでね、参考にしてもらえるといいかなと思います。もう一個だけ見てみたいなと思います。ほい、出てきました。フレー32というふうに出てると思いますけど、これ1度 F メジャー7から6度7だったり6度マイナーだったりとか、1度から6度に行くコード進行って非常に多いんですけど、これの場合だと例えばだったり、もしくはこのような感じで流れていくと思うんですよ。そうするとこの線上に行きますよね。こういうような感じでイメージをして弾いていくんですけども、人によってはやっぱ D が開放弦よりこっちの方が使いやすいっていう人も初期段階だと多いので、このようにする人がいるんですけど、やっぱりそれもね、指板上でちょっと繋がってないなと、このまま行ったら突き抜けたいな、みたいなのが僕の中ではあります。なので、もちろんね、ご自身がベースライン作る上で、例えば D の開放弦からどうやってアプローチしていくのかなっていうのも、まあネタとしては持ってた方がいいですし、まあ、もしここの D に行きたいんだったらちょっと違うライン。例えば、上から下がっていくんではなく、下から上がっていくようなラインに変えてみるとか、この目的地をする場所によってラインも変わってきますし、目的地を意識した上で音だけではなく具体的にいろんなポジションがありますので、ポジションまで意識してベースラインを作れると、まあ非常に実用に理にかなったものになっていくんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じでね、今日はこれにて話を終わりにしようかと思いますけども、もちろんね、今回話したようなベースラインの流れだけではなく、いろんなね、例もあったりしますので、他にもね、いろんなアイデア欲しいという方いらっしゃいましたら、今日一部分だけ抜粋しましたけど、もしよかったらね、教材もたくさん販売してますので、お安く販売してますので、よかったらね、購入していただけると嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いします。そしてね、特に初期段階の人は、
やっぱりそのいろんなベースライン作るの難しいと思いますので、最初に出てた説明のようなものをね当てはめて、まずそれに慣れてもらって、いくつか使って作ってもらえる。そして最終的には作るのになれるのではなく、作った後弾いてみて、そのサウンドが耳に馴染むようになってくると非常にプラスになりますし、そっちの方が音楽的には正解だと思いますので、そのような感じでね、たくさん作ってもらって、たくさん弾いてもらって、たくさん慣れてもらうというようなプロセスを踏んでもらえるといいかなというふうに思います。まあ今日はこんな感じで終わりにしようかと思います。このようにね、今回はジャズのベースラインの話でしたけど、他にもたくさんね、巷ではあまり言われてないような目から鱗的な話たくさんしておりますので、もし今日初めて見られている方とかね、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録からまずよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。